み通りのためにリンゴジュースを飲みます。 10% マシマシの冷たいバナナ。本日はアオサを手に入れました。アオサ味噌汁を飲みます。そして天気は曇り。昨日の気温だったらいいな。ね、わかりますか、これ絶対この前泊まったホテルだよね。これだいぶ、さてハンドレンジ、あのカップリング入ってるってめちゃ予想してて、私はマジでプリズムがいいの、好きだから。プリズム入ってたら続ける。それはね、眉毛さ昨日濃かった？見てない。では行ってきます。イエーイ。本日の主役はこのキャラ、超楽しみ。夏バテしないようにしよう。マギアの方楽しみなんですけど、電池を買ったの。電池を買いました、一応ね。充電器を借りました。全然意味ない、私ならない。本当だ、すごい。あ、本当だ。めちゃめちゃのどかな映像をお届け。疲れちゃって買っちゃったので、水多すぎ。入れ替える。これあ、もっとそっち行って。え、こっち？これはどうぞ。手持ちラーメン、今からスタバを飲んでちょっと語り合おう。最高にね。まずは語り合おう。それでやって感じや。うん、そうだ、気をつけよ。今日ラストじゃん。うわ、おお忘れてた。
て、ハイライトっていうやつにしました。いただきます。見て、石川、美味しそう。なんだっけ名前。見て、美味しそう。石川チンスコフラペチーノ。うまっ。え、うまくね。うん、何かの味。ピノ、ナイス。去年さ、あれ食べたじゃん、仙台でさ、ずんだ抹茶。うん、かエモくない。1年越しにまた47都道府県をやってくれるの。まあ、ずんだ選ばれなかったようですけど、この子たちも去年と引き続き仙台に連れてくることができました。でもそんな暑くなかったかじゃん。ね、あれ暑いよね。だから死んでたよ。私たちはバンってやつ冷たくなるやつと、うん、梅のお菓子めっちゃ持ってったし、アクエリアスとポカリとお水めっちゃでかい持ってったし、けど結局お水買ったし、他なんだっけ、ウィダーインゼリーと一応 OS1 のウィダーイン、OS1 のゼリーも買いました。ボイスワンゼリー飲まなかったよ。飲んだ。もう全部分かってる。あとあれだ。あの、なんか軽食で食べれるようなさ、クッキーみたいな。ブラウン。もうなくなった。うん。ライブアートのケントを食わせる。最低。最低だよ。よー。この子、ストのラジオなの。マジ、重機やな。いや、無理なんだけど。気持ちオタクの辛いところ。全然辛い。そういうのが土日は辛いの。こうなっちゃう、うん、かわいい。あのさ、私たち普通に2人で通信を撮る時があるんだけど、これにしか行かないの。写真の確認をしたってもこれにしか目がいかんの。強すぎ。緑音波。それはそう。こんな人歩いてたら想像以上に派手だったの。そんなつもりじゃなかったT シャツが、なんかそう、寝てたらやばくて。もっとなんか、なんて言ったらいいの、もっとちっちゃくて、素材からでかくない。だって顔ぐらいあるの、これ素材からだって。あ、待って、これ買ってる。これはどこで冷静に見たらやばい。なにこれ、こんなにラブ行ったの。おかしくない。申し訳ない。こんなラブ行ったの。誰も見てませんよ。怖いもん。これが暗闇の中にさ、ペンダに照らされてんだよ。なあ、さあ、もう終わったの？すべでしょ。楽しい。お手洗い。ご飯。楽しい。終わった。みたいな感じ。終わったバス。もうマジで楽しかった。マジで楽しかった。とにかく行けますように。来年も楽しみ。早っ。アルバムも発売されてないけど、今回のアルバム私マジで好き。ドームでやってほしい感じだった。ああ。私的には。なんか演出がさ、めちゃめちゃ。エンタメさらに明日も楽しむぞ。バイバーイ。未来に今日は寝る。楽しかったね。おやすみ。今日も曇り。はい、帰ります。バイバーイ。めっちゃ緑。朝ごはん、イエーイ。帰ります。あります。今日はツハティが来て帰ります。いい。最後は仙台を満喫していこう。いえ、いえ、ポンポン。2日目の人楽しんで。楽しんで。バイバーイ。バイバーイ。帰るぜ。帰るぜ。イエイ、イエイ。こうなっちゃう。小指が。ウィーン。ウィーン。え、そこそこで余る？どっちが開くの？どっちが開くの？どっちが開くの？西の方が開くの？こちらです。どこ行く？かわいい。ここインスタでカフェを探しています。もっと早く探しておけやって感じだけど、いつもこうなります。よかった。近場でね、あと2時間ぐらいなんかパッと行けるとこがいいよね。
撮ってる、動画撮ってる。原点回帰した。それを真似した女、全然汚ね。汚ね。もうこぼれた。もうこぼれた。ねえ、もうこぼれた。チョコリについちゃったの。最悪。ついた。ほんまに耳がちょっと染まっちゃった。かわいい。最悪。見ちゃったんでしょ、1曲目。予想大会できないじゃん。どうして？私は、フォーエバーゴールドかザファイ。しかなくないだって。でもいい、じゃあ、うんって言う。でもさ、しかないとかって違う曲だった時めちゃめちゃ気まずいよね。全部言うつって。うんつって言ってよ。で、アンコールの曲予想するね、じゃあ。リガリガリンと、リガリガリンと、だと思うんだよね。あとね、絶対に、ハイドレンジアのカップリングが入ってるってめっちゃ予想してて。私はマジでプリズムがいいの。好きだから。でも、あの感じヒートだよね、多分。でなんかあの人たちさ、ヒートめっちゃ好きって言ってなかったっけ、どっかで。最近。すごい好き、聴いてるってどっかで言ってたんだよね。わかんないんだけど、一人落ちしたい曲、あるだって。アナログ意外と曲数少ないよね。でも、一番、それ、瀬戸り落ちさせるんだっていう曲ナンバーワン。フォーエバーゴールド。やばいね、それは。つかむね、あんたので。いやいや。なんで？振り払って。ひ
よくない？一緒に盛り上がってくれよ。プリズム入ってたらうち叫ぶ。それは正直ヒートだと思ってるからプリズムだったら叫ぶ。入ってるんだ今。あんたうんつじゃなくてうんつったよ。うんつって言ってるよずっと。ほんと小さいつながらもどんどんプロになってきて、発音がすごく良くなってきてる、言ってみて。聞こえてる。うんつ聞こえてる。うんつ、それ言ってない。それは言ってないよね今のは。せこね、眉毛さ、昨日濃かった？見てない。トップステめっちゃ良かった。行きたかったな。トップステめっちゃ行きたかった。でも正直あの SG でさ、SG テンスでさ、あの一瞬だけあのセットを見れたじゃん。ね、鳥肌だよね。あーってなって、あの曲を入れてくれて本当にありがとう。あの始まった瞬間めっちゃ叩いたよね、うちお姉ちゃんを。あんたも知らなかったでしょ。何してんの？見た。だからツイッターを見なきゃいいんだってなったわけよ。うん、見なくて。そう、そうなの。見たくない人見なきゃいいじゃん。だから見なかった。そしたら情報も途絶えた。ツイッターってすごい。見なきゃいけないテレビとか忘れない？撮んなきゃいけないテレビとかさ、ツイッターで思い出したりするじゃん。意外と公式メールも役立ってるよ、私。あの、今回ツイッターがなくて公式メールに立ってるじゃん。公式メールと、はね、すごく有益な情報をくれる。当たり前だけど。お金払ってないよ。やめろ。楽しみだな、マジでやばい。本当にどうしよう。っていう感じ、今。最高なコンディションで出かけたい。じゃあね。じゃあ、めっちゃ楽しもうね。楽しもうね。本気で。オッケー。俺たちの夏来る。はいはい、かわいい。どうしたの？何？俺たちの夏開幕して何があったの？開幕ですって言ったのにあんたがなんか違うこと言ったから、はい、かぶ、はい、ダメです。入ってきます。行ってきます。よろしくね。